まずそのターンテーブルで DVS っていうことを動作させるために、セッティングの方法を説明させていただきたいと思います。まずはその、テクニクスのターンテーブルとか、テクニクスのターンテーブルだと炎でしか出力できないので、まあパイオニアのターンテーブルとかスタントのターンテーブルだとラインで出力できるものがあるんですけど、そういった場合はまあラインに入れてもらえばいいですけど、今回は炎に入力しますね。で、炎に入れて、こっちのパソコンのマーク、こちらにパチッとやりますね。でそれから、今回の DJM250M2 ですと、レコードボックスを新しいものにしないといけません。4.3、まあ、今このパソコンのものは4.2.5 で、これはアップデートしますね。必ずネットにつないでおいてくださいね。ネットにつないでレコードボックスを開けばアップデートの確認が出ます。でダウンロード中ですということですね。これで進んでいくと、まあこんな感じでインストールが完了しますというふうに出ますね。レコードボックスを起動します。で、USB ケーブルで、もうこのミキサーと接続しております。そうするとですね、オーディオデバイスのインストールと出ます。これ用のミキサー用のドライバーをインストールしないといけないので、インターネットに接続して アップデートとかをしていれば、挿したときにできるという段取りですね。じゃあ、ログインします。インストールします。これでパスワードですね。これでインストール。まあこの MacBook Air なんですけど、そんなにむちゃくちゃスペックが高くはないので、まあ、このようにインストールとかちょっと時間かかっちゃうんですけど、まあ、それでもこの DVS っていうのは、まあ、レスポンスも良くてちゃんと動作の、こんなインストールがちょっと時間かかっちゃってても使える感じではありますので。でそれからですね、このセットアップっていうところですね。この辺とこの辺、ここのボタンを押して、でまずこのオーディオのところで、DJM250M2 が認識されるということですね。であとこの DVS のところ、まあ、本当はこのライセンスっていうのをこれ全部おっとっと見せたらダメですけど、これちゃんとアクティビエートされてるかっていうところが重要なんで、ここはアクティビエートしてください。でまず専用のコントロールバイナルを再生します。普通にこれ再生するとこうピーっていう音が鳴るんですよね。こういう音だけ、これピーっていう音だけしか鳴らないんです。ここピーっていう音がな、あの入ってるんですけど、これが信号になります。でそれで信号が入ってくると、このように信号マークが、これを綺麗な円にしないといけないので、これオートっていうのを押すと、オートボタンを押すと綺麗な円になってきますね。それでオートでキャリブレーションっていうのを、これ全てオートで、ターンテーブルの振動とか信号とかそういったものを全部検知してくれます。でこれでコンプリートっていう風でなったら、
もう完了でございます。まあ、あとこのここのチェック忘れずに DVS 機能を有効にする。あとですね、ポイントとして今回ターンテーブルなんで、このターンテーブルにチェック入ってるんですけど、これが CDJ の場合とか、これはまたプレイヤーによって変えないといけないので、ここもご注意ください。とで、それでいよいよ曲を、入れていきます、ね、ターンテーブルが走っているので、これで音が鳴り始めましたね。あとこれはリラティブモードっていうのがいいですね。インターナルモードだと針を外してもこうやって鳴るモードで、で普通の、DJ として使う場合はこの リラティブモードで針を上げると音が止まります。でもちろんスクラッチしてもこれで動いてますね。これで DVS っていうのがセッティング完了です。まあ、すごく反応も良くてとてもいいと思います。これブログでも前ご紹介いたしましたので、そこのリンクも貼っておきます。で、あとミキサーの説明なんですけど、やっぱりキレがいいですね。もう本当に 1.5 ミリとか2ミリぐらいですね。それで反応する。まあこれでスクラッチがしやすいという話ですね。で、クロスフェーダーカーブ、ミックス用になだらかなもの、これもついてますし、で、クロスフェーダーキャンセル、パトフェーダーだけにミックスする場合、モード、で、あとスクラッチの時にキューバーとか使っていたというこのリバースモード、反対に反応するこのモードもついてますね。まあ、あとはパイオニアといえばやっぱエフェクターが DJ 向けの気持ちいいエフェクター、このフィルターだけはちゃんと入ってますので、これボタンを押してちょっと音が小さいですね。EQ もアイソレーターになってるので、これで全部音が切れるぐらいカットしますね。まあ、いかがでしたでしょうか。まあ、本当に基本機能も揃ってスクラッチ、ミックス、完璧にできるミキサーです。さらに DVS という、ライセンスキーが入って、それも入ってこの値段、まあ、3万円台っていうところなので、すごく革命的なお値段で、もう初心者の人はもう絶対これ間違いなくこれ買った方がいいっていうものになりますので、ぜひこちらご検討よろしくお願いいたします。本店内のスペシャルでもお買い得にお購入いただけますように、いろいろなサービス品をお付けしております。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。本店のみのお取り扱いの珍しいおしゃれアイテムを多数、 DJ スタンド、 DJ テープ、ソフトケース、カラーバリエーション多数のライトケース、下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。